けっちゅうの。何してますね。すんません。おい、おい、新次の旗してください。あ、お前か、新次の弟って。兄ちゃん仲だから。サンキュー同時、助かったよ。珍しいな、お前が忘れ物なんてさ。お待て弟、せっかくだから一杯おごってもらえな。MC、 ね、MC、 いや、あの、そうじゃなくて MC、 うん、彼女、会いに来てくれたんだ。なんでいんの。いや、バイトだよ。マジで、うん、失敗した。なんで。あんたがいるとこに彼連れてくるわけないでしょ。彼行こう。ヨシちゃん、可愛いからすぐ男にナンパされちゃうんだよね。つーか、引っかかってんの先輩の方っしょ。やっぱり。ハハ先輩懲りねえよな。なんでいつもああいう女選ぶんだろう。振り回されるのが好きなんじゃねえの。須野先輩も好きなんすか。ああ、昔の話だね。あれ、いつからいねえんだっけ彼女。5年かな。お前な、女知らねえおめえに笑われたかねえんだよ。飛び先輩装飾系ですもんね。俺違うから。まあ、変な女に引っかかるよりゆっくり選んだ方がマシだよ。俺だって恥じることじゃねえって。ほら、みーちゃんみたいに
女なら誰でもいいってやつよりマシだよ。俺は女好きじゃない。またまた、今日だってさ、新しい女の子とイチャ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 ってしてたんだろ。断るのが面倒だから相手してるだけだ。俺も行ってみて。あ、わり、時間きっかりだな。もしもし。ああ、あの、いや、まだ塾でさ。あ、やっべ、あー、俺また偏差値上がっちゃったよ。すっげー。ほら、あ、テスト前の特別講習があってさ。うん、あ、夜食なんでもいいよ。じゃあね。おい、お前さ、いい加減ちゃんと話した方がいいんじゃね。いつまでもママに期待させんだよ。いや、言おうとは思ってんだけどさ。一応受験するだけすればいいじゃないですか。まあ、ていうか、いいじゃん、別に歯医者ついだって。うん、つださ、今日すっげーミス多かったけど、特にサビ前のステップとか。はぁ、あ、わりわり、次気ぃつけるよ。まだ振り覚えてないだろ。バレちゃいました。マジかよ。最近集中力ないっていうかさ、本番まで2ヶ月ないんだよ。大丈夫？ん？もう、みんなごめんな。道場のやつカッとなるとすぐいえ、しょうがないっすよ。はぁ、クラス一緒なんで。なんでしょうがないんだ。俺無視されて傷ついてんだよ。すいません、あいつ耳聞こえないんで。え？聴覚障害者ローなんですよ。いや、ちゃんと喋ってたじゃん。すいません、喋れます、喋れます。相手の口の形が読めるんです。訓練したから普通に会話はできるんですけど、背中から声かけられたらわからない。あいつ昔音楽大好きだったんですよ。でも2年前の夏に病気で耳が聞こえなくなっちゃって、もう二度と音取り戻せないって思ったら荒れちゃって。あんな喧嘩っ早いやつじゃなかったんですけど、こういう音ガンガンの場所に来るとたまらなかったんだと思います。そうかな。え？いや、弟ちゃんいい顔してたんだよね。え？音にうっとりしてるっていうかさ。あ、だから出てかなかったのかもね。あいつ音分かったのかな。どうする？後でいいよ。じゃあ、お先に。母ちゃん、またそんなに飲んで。太郎ちゃん、あ、お水。もう閉店、家まで我慢しろよ。その、もう行くよ。ちょっと、危ない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 。太郎ちゃん、私ね、プロポーズされちゃった。またかよ。今度はいい人なのよ。また金だけ持って消えちゃうやつじゃないの。バッカね。嫌
中ってね、そうそう悪い人ばっかじゃないのよ。そんなこと言ってるから何回も騙されんだろ。母親がモテるからって役じゃないの。なんも、俺はね、これ以上借金増やさないでくれって言ってんの。違うになれ、やきもちやきやめやめろよ。